こんばんは。やっほー。あ、メールで見ました。ありがとう、メール見てくれて。こんばんは。もうちょい、もうちょい、もうちょい。もうちょいだよ。お、こんばんは。ゆみりんが10時をお知らせします。こんばんは。イエイ。ごめんね、もっとメール送りたかったんですけど、今日はラッキーセブンの日なのでもっとメール送りたかったんですけど、7つ以上は送ったんですけど、ごめんね、もっと送りたかったけどなかなか送れなくて申し訳ございませんでした。はい、ということですはい、今日はですね、はい、情報解禁されました。アイスボックスの CM、 ウェブ CM を ST48 が担当させていただきます。イエーイ。アイスボックス応援隊として皆様エールを送りますね。見た、ありがとうございます。ちょっと私も帰りながら今写真を選んでまして、ちょっととびっきりのとびっきりの写真をちょっと投稿したいと思いまして、はい。あとは森永さんの公式のツイッターとか以外に、この ST48×Icebox のアカウントをTikTok と Instagram 作ってくださってます。はい、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。なんかハテナみたいな感じで、ね、公式のウェブサイトもなんかまだハテナみたいなところがあるから、ってことはまだまだ何か情報解禁があるのかなって思うので、ぜひぜひ今後の朗報もご期待くださいませ。はい、あ、フォローしました、ありがとう、ありがとう、ありがとう。
っと待ってね。これか。どうぞごゆっくり。写真をね。公園部か。はい、写真最終セレクト中です。こんばんは。ちょっと待ってね、ツイートする。ツイートする。CM 担当させていただきます。担当いたさせていただきました。ウェム CM 出演させていただきます。出演させていただきます。したしただきます。出演させていただいて、出演いただきますでよき、いただきました。あ、なんか分かれてる。いただいています。いただいていますかな。確かに出演させていただいます。いただきました。いただきます。させていただきます。ちょっと待ってね。お願いしますよ。ウェブ CM 出演しています。出演しています。でもいいか。出演しています。
していますにしよっか。出演しています。間を取って、していただいています。まあ、してます、していますでいいのでは。いいよね、出演しています。難しいよね、いろいろ考えると難しいよね。ありがとう、いっぱい教えてくれて。出演してやったんだよ、超かわいい、超かわいい。出演してござる。じゃあそれで、それでって、はい、それではいきます。ツイートします。みんな拡散よろです。よろよろよろです。はい、それではいきますよ、ツイートしますよ。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、イエイ。やっと写真載せられて嬉しいな。リツイート、ピータロー、ボムドレッド、キャロット34、野球ボールマン、ラストはマケズニアン、ミエスク、コペン、ナリバー、ヒーローなど、スギアン、タクノギ、タラチン、アンチャン、タカジ、G7、コーラ、タカシ、ナオ、ユッキン、スランプくん。いいね、ペンペングサ、ビビーコーン、ラン、トーモ、ソーダス、ユーキ、アッキー、トララ、8月コータロー、肩の人、NK、カナ、ファン、ダイくん、タカノリ、アッキー、ターン。ありがとうございます。ありがとう。ユミリン可愛すぎる。アイスボックスいいよね、ユミリンさん可愛い。応援動画可愛いし、めちゃ元気になる。応援されすぎて困る。好きです、嬉しい。告白してくれた。あ、秒でリツイートしてきた、ありがとう。出演おめでとう、ユミリンに応援されたい。出演おめでとう、早速アイスボックス買いましたよ。ありがとう。そしてですね、これここのサイトに飛んでほしいんですけど、一番下の方に見るとですね、なんと対象商品はアイスボックスグレープフルーツ味と、あとアイスボックスグレープフルーツ STU パッケージ全4種って書いてあって、すごくないですか、これパッケージ STU48 って載ってるアイスボックスが、はい、順次発売されるということですよね。限定パッケージすごいね、すごい。今日解禁だったから、まあ順次ってことかな。また明日以降にいろんなところで STU パッケージが早いところだと、もしかしたら明日から見られるかもしれないってことですよね。これ STU パッケージ、はい、見たらもうね、全国でかな。え、これは全国でしょう、すごくない、全国です。瀬戸内でも買えますし、そう、全国販売と思いますよ。ただそのなんかいつから発売されてますよとか、なんかそのまあいつ入荷するとかにも多分ね、よると思う、お店のね。そうだから、その全部の
あ、4月4日以降順次とのことらしい。お、ありがとう、教えてくれてだそうです。へえ。あ、あれだ、そのキャンペーンの期間が4月4日からなのか、この応募期間が、応募期間が4月の4日から6月の30日です。キャンペーンで、何のキャンペーンかというと、A コースは私たちのオンライン応援会というものがありまして、 B コースは応援アクスタ ST48 メンバー7人セットっていう、このチアのアクスタ、マジ激レア、私はこれを目指します。で、 C コースは選べるペイ1000円分のデジタルギフトだそうです。ダーン。詳しくはあの私がさっきツイートしたやつの、URL をご確認いただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。アクスタ欲しいね。アクスタ欲しい、私も欲しい。また食べますね。でもこれ今買ってもレシートは対象じゃないので、4月4日から買ったレシートが有効なので、はい、ご注意を。カミングスーンがいっぱい、そういっぱい、嬉しいね。まだ対象ではないでしょうね。そうそうそう、4月の4日からです。4日からちょうどね、あったかくなってきてますね。嬉しいね。そう、あ、厳密に言うと4月4日の11時以降のレシートなので時間も注意。だって4月4日あ、お仕事行く前に買おうって思うより、お仕事終わってから買った方が対象なんだよねってことですね、みんな。はい、応募したい方はぜひ参考にしてくださいな、してくださいなね。家の冷凍庫がアイスボックスで埋もれる。私ももう埋もれすぎますね。私もショールームでいっぱい食べます。そして私も STU パッケージ見かけたら皆さんにご報告しますね。あったよって言いますね。はい、嬉しいなね。だから今のうちにアイスボックスが売ってる店舗とか確認しとくと、あ、これがいつか STU パッケージに変わるかもしれないっていう、で置いてないところもあったりするからね、そもそも。そうだから、そう、ちゃんと置いてる店舗を4月4日までに確認して、そうね。あ、そうそう、コンビニもね、あるとこないとこが、そう、見かけたらツイートしよう、ぜひぜひ。あんまりツイートするとどの辺に住んでるかバレちゃうからさ。そう、なんかいい感じにみんなで情報共有しましょう。ね、そう、あ、もう買うミセリーであっちじみ、さすが。あ、エンジェルプラスも登録しないと、あ、そう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 、なんか登録しないともうね、あれなの、あれがあれなので、あれがあれなので、そうだから事前にできることはアイスボックスが置いてあるお店をチェックしとく、
あとはあのそうもう会員登録しとく。もうしてる方はね大丈夫だよ。うんうん、大丈夫です。でちなみにこれはレシートで応募なのでレシートを捨てないでください。絶対レシートもらってね。レシートもらってね。そしてですね、なんかここの URL 飛ぶとアイスボックスのあのやつに飛べるんですよね。この動画をシェアする。えい。なんかそうあるんだよね。それをツイートしたくって、私もあのなんか動画滝野由美子に応援されたよみたいなやつちょっと待って、ぜひよかったら皆さんもしちゃってください。そう、あ、シェアしたらスペシャル動画、そうそう、なんかシェアしたらスペシャル動画が見れるみたいですよ。なんだってスペシャル動画とは、鍵かかってるところが見られるようになるんですよね。なんつうことじゃ、ことじゃ。シークレット、そうシークレット、ちょっと待って、インスタのストーリーにもあげようと、ちょっと待ってね。インスタのストーリーを今カキ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 中です。あとはメンション、メンションこれだ。公式インスタを開設してくださっています。あとウェブのページに飛ばせるように、ウェブはこちらからちょっと、ウェブはこちらから、はい、はい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 、はい、インスタストーリー
あと5分ぐらいしたら私の動画のやつっていうか、あれを、あれがあれあれあれをツイートしようと思います。はい、です。いい写真ずっと選んでたんだけど、あのツイッターに載せてないやつとか、あのまたメールでいっぱい送りたいと思います。はい、ぜひお楽しみにくださいね。お楽しみにください。はい、ぜひぜひ、楽しみいっぱいね。あとはいろいろまたなんか情報が出たら、4月4日からもね、今日からキャンペーンがスタートしてますとか、なんかツイートできたらいいなって思ってます。あ、手帳に書いとこう、4月4日アイスボックスキャンペーンスタートって書いとこうとね。あ、あとは今日お話し会とパネルの、締め切りでした。ありがとうございます。私はそうメールにも送ったんだけど、パネルはちゃんと当たりました。みんな当選かな、ちゃんと申し込めてる方は。はい、あとお話し会もね、追加してくださった方ありがとうございました。ちなみに落選の方は、お話し会落選の方はいらっしゃらなかったということでよろしいですかね。そう、パネル決済しなきゃ。あ、ちょっとパネル決済しよう、この間に。みんな決済ね、忘れちゃうよ、マジで忘れちゃうよ。あのね、決済、購入履歴一覧から、購入履歴一覧からログインして、ログインしてちょっとやっちゃおう。購入履歴で、はい、決済待ち、内容の確認、はい、決済処理、あれ、カード登録してたと思ったんだけど、カード、はい、カード入力しないといけない。あれ、私入力してたんだけど、なんかちょっと後でやります。カードの入力あるので、ちょっと配信終わってからすることにします。何かあってからでは遅いので、ちょっとカードはね、情報は大切なので。はい、ちょっと後でやります。もうちょっとでもパッて映っちゃうと、もう取り返しのつかないことになっちゃうのでね、そういううっかりは全然可愛くないので。そうなので、やめときます。あ、毎回入力しないといけないから、はあ、そうなの、ありがとう、毎回入力してくれて。なんか登録とかできないんだ、カードの。登録したいね。登録したいね。申し込み方ね。そう、かわいい、うっかり待ってますね。そう、笑って済まされるね。かわいい。まあ、かわいくてもうっかりダメですけどね。そう。ダメですよ、うっかりはそもそもあまり良くないですからね。みんなが可愛いって甘やかしてくれてるだけでね、気をつけます。はい、気をつけましょう。ですね、あ、てか私
そうなんだ。見てください。わん、嬉しいね。本当に。また食べましょう一緒に。ポリポリ。ね。かな。こんな感じですね。なんか全員で円になってるやつがすごい、みんななんか顔がなんかね、ちょっと違う感じの雰囲気でですね。なんか私もなんか一瞬私どこにいるか分かんないよねそう、あれユミリンかな、ユミリンだって、そうちょっと違って見えたね。そうちょっと違う感じの質感のお写真なので頑張って探してみてください。ね、下を向くとね、おーうーん、なんか多分こう私たちがスマホでフィルターかけるみたいに、多分そうフィルターかけてくださってたりするのかな。そんな感じで、そう、まあ、好みありますからね、そういうのもね。そうね、朝も結構早くって、夜もまあそんなに早くはなく、うん、ちょっとそうだね、遅い時間まで撮影してて、そうなんかすごい一日中、2日間ぐらい撮影があったんだけど、一日中みんなと一緒にいました。そうなの、そう そう、でもすごいなんかみんな可愛くって、すごいお互い応援し合ってみんな可愛いから応援されつつしつつみたいな感じで、すごい楽しかったです。うん。ねえ。また着れたらいいな。また着たらちょっと私はね、髪型が。髪あれからちょっと切っちゃったので、ホップね、できるかな、もしかしたらハーフアップじゃない方が、あの衣装こっちの方が似合うかもしれない。違う感じでね、なんかいろんなパターンが見られて素敵ですよね。うん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 、いっぱいこの春夏は初夏は一緒にアイスボックス食べちゃいましょうね。え、楽しみだね、いろんなことが。はい、嬉しいよね。あとはまあナイーブさんも決定してますしね、そちらも早くね、いろいろ解禁されるといいんだけどね。3月からって言ってたから、あと数日で、そうナイーブもいろいろ動き始め
たらいいなって思ってますね。ね、そう、早く解禁行ってほしいな。ねえ、来る？私もね、わかんないわかんないです、いつからなのか。3月ってね、言ってたけど、なんかどうだろうね。3月中だといいね。もう終わっちゃうね、3月ね。そう、私はこっちが先に解禁されるんだって。そう、だからみんなもびっくりしたんじゃないかなねえ。そう、ライブ待ってたらまさかのアイスボックス。びっくりした。そう、嬉しいよね、本当にありがたいんですよね。そう、いや、嬉しいサプライズありがとう。嬉しいよね、出れて。全然ね、みんなこれの写真のなんか質感がなんか全然違って、そう、広告って感じがする。すごい可愛い。でもみんなはね、どうなっても可愛いからね。ねえ、からのシーズンにぴったりの CM ですね。ね、本当にぴったりぴったりぴったり。それは間違いないね。みんながみんな可愛いからねえ、本当に嬉しいな。水似合うよね、ありがとう。そう、私もだから水色、自分のあのサイリウムカラーなので、そんな感じの、あ、そうだ、もうあと5分経ったらみたいな感じで言ってたから、ちょっとツイートしちゃおう。そしたら、ハッシュタグ滝乃美子に応援してもらったよ。これで大丈夫かな。はい、それではみんなもツイートしてくれているあれを、
みんなも投稿してくれている、ハッシュタグ滝乃美子に応援してもらったよのやつ、ちょっと私もツイートしてみようかなって思います。イエーイ、はい、それではいきます、ツイートします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、あ、すぐツイートできた。イエイ、リツイート。太陽、西、D ムーン、ウィンディ、マケドニアに三毛猫ファミリー、高橋、ユッキン、急行、三好、札幌、農師、ひろかず、ムーチョ、クリーミー、水サンタ、アンちゃん、月さよ、ヒーロー、コペン、テクスト、イケボ、ニモスケ。いいね。アキホ、山並、トムトム、スギヤン、ター、ヨッくん、コミ、コミカヨさん、シュー、タラチン、キャンパー、ボブ、ナゾ、モリゾ、アヤイシ、アルタイル。ありがとう。動画見たよとか、ぜひ、あ、シークレットも開封した、本当に可愛い、元気もらえる、応援してくれてありがとう、嬉しい。我が人生に悔いなし、アクスタ目指します。ユキね、ユキね、応援してもらえてる感覚になる、応援してくれためっちゃ頑張れる、ユキ。ツイート通知が来たよ、ぜひツイートしたからね、あとね、でもいいから見て。あれ、これなんか私この画像が表示されてないんだけど、みんなのところ表示されてるかしら。なんかうんこ言ってないことある、そんなことない、なんか電波が電波なだけかな。あ、出た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 、なんでもなかった、よかった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 、ね、フレフレ戦略アイスボックス、キングマ見ました。あ、ありがとう。私はちょっとまだ見れてないんだ。後で見ようって思ってるよ。思ってるよ。後で見ます。みんな早い、さすがだわ。本当にいつもありがとう。あ、すごい水色、そうだ、 STU じゃない、48グループ週間、今日まで、今日までだっけな、明日まで、今日まで、ここでも水色、ありがとう、明日までか、ありがとう。そう、水色500ポイント貯めるとアバターがもらえるのは明日までです。明日まで、明日まで、私ももらわなきゃ、もらわなきゃ。
満開なかったね。満開お花見、お花見キャンペーン4月からかな、4月からかなね。でも48グループ週間はあったね、あったね。ねえ、いろんなお知らせがまたできたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。嬉しいな。TikTok は開設されてるけどまだ投稿はされてない。アイスボックスのまだアカウントはあるけど、一つだけあのあれか、 Twitter にも上がってた動画かながアップされてる。なるほど。じゃあもしかしたら私が出てるやつも Twitter にも TikTok にもインスタにも、インスタもねアップされてたよね。アップされるかもってことですね、そのうちってことですよね。どんどん上げてくれそう。そうやね、インスタもそう、いろんなやね、いろんなのチェックしないとだね。みんなありがとう、チェックしてくれてありがとうございます。森永さんのアイスは結構よく食べるので、私の好きなアイスばっかり、アイスボックスもだし、アイスボックス以外の森永さんのアイスも配信で食べていきたいと思いますねえ、そう楽しみだね。最終回終わった、見なければ、私も見れてないよ。
すっきりした。早く見たい、早く見たい。それではそろ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 蛍の光が流れ始めましたはい、今日も配信見てくださってありがとうございました。今日はね、いいお知らせができてよかったです。皆さんに、やったお知らせができるようにこれからも頑張りますこんな感じでまだなんかお知らせできてないものとかもあるので、なんかそういろんなことを楽しみにしてもらえたらなって思います。ナイフ解禁も楽しみにしてますね。ほんまよ、3月中に解禁されますようにね。解禁されますように。ね、楽しみたくさんね、たくさん、やったー。ね、あと5日あるのか。そうか、じゃあ全然 OK だね5日あったらなんか何でもできちゃいそうな気がするね。5日、ゆっくり休んでね。ありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでください。ゆっくり休んでくださいな。これ投げなきゃ、これ投げなきゃ。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。ちょっとカプセルを投げなきゃ。えい、それでは今日のアバターは、お、リオツン、リオツン、リオコでした。弓を当たりました。おお、おめでとう。ぜひ弓をも弓子もゲットしちゃってください。明日までです。明日までです。明日まで。明日は誰かな。ちなみにそのどれだけかかってもいいから全部集めたいんだって方は、あの STU タワーを4本投げるとコンプできるらしいですよすごいね。それはすごい、ね、まあ、あの何かの参考にしてください。そう、それはねえ、まあでもカプセルとかでもね1日1個もらえるのでコツコツ頑張ってください。
2倍ボーナスあり？反映されてる？反映されてる方はあの、あ、充電すれば反映あるよ。そっか、じゃああれだね、タワーじゃない方がいいやつだね。あのあれだ、そのね、コツコツ充電していった方がいいやつだね。そう、タワーじゃなくカプセルもは 1.2 倍ない？カプセルも 1.2 倍ある？ない、ある、そっか。じゃあカプセル、今日投げちゃった。明日まで貯めとけばよかった。1週間でしょ、7、5、30。30の 1.2 倍だから、2が6300、ちゃう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 、3600、ちゃちゃちゃ、違う、7、5、5、7あれ、ちょっと5735、ちょっと疲れてるな。5635753500だから、そう、テリリテリ電卓3500×1.2 は4200ってことは、1週間、あ、ちゃう、そっかってことは、ちゃう、30×1.2 をして、3000×1.2 をして3600でしょ。3600+500をしたら4100だから、4100だから、10連を3回して5連すると、1回分お得になります。意外と、そうだよね、そういうこと合ってる。ちょっともう私思考が停止してる。合ってる、この習慣が1週間あったとしたら、10連できるときにすることによって、だよね、合ってる。4000超えるから1アバターお得に行こうね。そう、なんか睡眠不足になってる。そう、あ、10連しないとアバターもらえない。そんなことないよ。1個カプセルは100ポイントだから、それ5個投げたら500ポイントになるから、それで1個アバターがもらえるんだけど、だけどそれ充電すると 1.2 倍ボーナスになるから、充電した方がお得だよっていう話ですね。
行きましょう。ご飯はどうしようかな。なんかなんか意外とお腹空いてきちゃったな。今日お昼がねちょっと遅かったんですよ私。そうだからねなんか昼夜のつもりで、そういっぱい食べた、いっぱい食べたよ、大丈夫だよ。そうなんだけど意外となんかそうこの時間になるとお腹空いてきちゃったから卵スープでも飲もうかな。卵ちゃんなら食べる。いや違う、私はなんかもう夜ご飯を食べてるんですよ。なんていうかそう、うん、そうなの。だからそうだよ、うん、食べてる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 。睡眠も大事。ありがとう。なんか話しちゃった。次壇上変わったら終わろうかな。じゃあ。ちょうど霧の。3分5分。壇上ってどれぐらいで変わるの？3分5分。あとじゃあそれぐらいで終わります。次の壇上が変わったら15分。そんなにかかんないよね。え5分ぐらいで変わってるイメージ。ありがとう教えてくれて。じゃあ5分くらいで終わります今変わったわけじゃないかね。さっきもう1分経ったかな。さっきから変わってからね。そうそう、アディショナルタイム、アディショナルタイム5分あったら、あ、この後の予定はお風呂溜めて、お風呂使って、あ、今日は入浴剤何にしようかな。で寝ます
はい、お風呂入ってます。あ、レインボースター投げた、ありがとう。レインボースターはね、ぜひともね3年間貯めててほしいのそう、私がいつか3年後ぐらいにイベントに参加した時に、そうまで待ってて、それかもう私じゃなくって、もなんか何かそのキャンペーンじゃなくってイベント、それこの前なっちゃんみたいな感じのとかに参加してる子とかにぜひ、そう投げるか、なんか絶対ゆみりんにお星をあげたいんだって方は、そう3年そう、私3年間はイベントしないからねってそう言ってるから、そう結構ね、そういうのちりつもだからね。ゆみりんが最後に出たイベントって何？もうナイーブよ年末の、そうだよ3ヶ月前そうそうなの。でまあ私がもうなんか一生参加しないとかだったら、もうなんか一生使わなくてもいいし、他の子に投げちゃってもいいしって感じです。お、壇上が変わりました。ぜひお願いします。これは前もなんか話してた、そうレインボースターはあのね、私がいつもなんかチャレンジでもらってるようなキャンペーンはね、レインボースターはポイントが入らないからってね、そうお願いします。それでは団長読みます。13位出会い頭のネギトロさん、ありがとうございます。12位風沖さん、ありがとうございます。11位よい子はこゆさん、ありがとうございます。10位おいれませ元気さん、調査らゆみこー支配人、ありがとう、ありがとうございます。9位おっくんさん、ありがとうございます。8位のりヘックスさん、ありがとうございます。7位ハルミンさん、滝波こかみおし、ありがとうございます。6位ヒーロさん、ありがとうございます。5位りょうさん、ありがとうございます。4位ライさんだっけ昨日の今日ですぐ忘れちゃう。あ、ストルンさん、ありがとうございます。かも寒いな、ストルンさん、マシッソよ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 、ありがとう。3位洋楽バカおじさん、ありがとうございます。2位山崎さん、ありがとうございます。1位コーラさん、名前よりは肌が綺麗だから特に可愛いことが多かった、ありがとうございます。はい、ということで今日はこれにて配信終わりです。ありがとうございました。はい、美味しいんかいなそう美味しい、マシッソ用は美味しいっていう意味です、韓国語で。そう、大好きとかありがとうとか言ってると見せかけて、実は美味しいって言ってますそれぐらいのテンションで使ってますはい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。みんなも早く寝てね。バイバーイ。あ、まだツイッターとか見てない方、この後よろしくお願いします。バイバーイ。おやすみー。